Weekend, Weekend. The Rampage. Weekend, The Rampage. With Riku.さあ23時になりました。ウィーケンドザランページ放送していきます、お相手はザランページリーダーのジンです。皆さんよろしくお願いします。さあということで今日は生放送ということで皆さんこんばんは、いかがお過ごしでしょうかということで、ね、楽しい週末がやってきたんですけれども、あのウィーケンドザランページいつもはね僕とボーカルのリクと2人であのラジオをやらせてもらってるんですけれども、今日はね、リクさんが舞台ということでフィーダシタントの本番中ということなので私1人でお届けします。よろしくお願いします。ということで、もうね一人なんでね言ってしまえばやりたい放題なんですよ。気を使わなくていいね。でもちろんちゃんと喋りますけど、なんでちょっと普段から喋るのも好きなんで、なんかねあのまあ寂しさはありますけれども今日も楽しくやっていきたいなと思いますので、あジン一人かっつって消そうとしてるそこのあなた、はい、なしですね普通に、はいよろしくお願いします。ということでウィーケンもうね6年ぐらいやってるんですけど初めてっていうね、この前に1個収録も終えてるんでなんとなくもう感じも分かってるんで皆さんぜひよろしくお願いします。ということであのメールとかね引き続きツイッターでもハッシュタグ RMPG でいろいろつぶやき感想などなどお待ちしておりますのでよろしくお願いします。さあということでいや今ね話題といえば野球WBC ね、イタリア戦ですか、もう快勝でして、すごい僕大谷選手と同い年なんですよ。28でいや頑張らなみたいな、もうなんかすごくいいじゃないですかね。なんかいろいろニュースとかでもありますけど、お人柄もねなんか優しそうやし明るいしで、確かねその背番号っていうのもね野球のユニフォーム16なんですよ確か大谷さん。でランページのね今年のツアー16なんですよ。だから勝手にちょっとこうなんか抱いちゃって、なんもないですよもちろんね、別にその関係もないしお会いもしたことないですけど、なんかこの運命っていうか偶然というか、なんかやっぱ16っていう数字に反応する体になっちゃってるんで、あのグループのね人数も16人なんでということで嬉しいなっていう。今日はねあのリクさんいないんですけど、向かいにいつもウィーケン作家の川島さんが座ってくださって、もうそれだけで安心感半端ないんですけど、あの川島さんもねあの舞台、ね「寝れない部屋」という舞台がありましての第9回公演が行われる3月30日から、これちょっと僕もね見にスケジュールあったら見に行きたいなと思ってるんですけれども、3月30日から、下北駅前劇場で、大変ですか稽古。地獄ですいややっぱねあのこの後舞台僕の舞台の話もするんですけど、やっぱりこの舞台立ってる人とあの作り手とではまたこの苦悩の差が、苦悩の違いというかあるなって感じるんで、ちょっと僕もこの舞台を通じてすごい演劇というものがこうもっと好きになったんで、ぜひこれも皆さんぜひバットバットウルトラということで、あのぜひチェックしてください。さあということでこんな感じで今日はねたっぷりと一人でお送りしていきたいと思いますので、皆さん何卒よろしくお願いします。それでは行きましょう、ウィーケンドザランベージ。お送りした曲はザランページでザパワーでした。ウィーケン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 リクザランページ、ランページフロムエクサイルトライブ。ウィーケンドザランページ、お相手はザランページリーダーのジンです。ということで、今ね、ツイッターは多分 RMPG ハッシュタグがトレンド、音楽トレンド入ってるんですよ。すごいな。ありがとうございます、皆さん。皆さんのパワーを感じております。ザ・パワーということで、ジンです。よろしくお願いします。はい、感想いただいてます。サイドチェストタンさんが、ジンさん頑張れという気持ちで聞いていたのですが、冒頭で一人なんで気使わなくていいんでって勢いよく言っちゃったので、逆に盛大に事故れと思ってしまいました。なんでやねん、おかしいやろ、おかしいでしょ。はい。今日も出てます声がね。まああのサイドチェストタンさんはねもうあの毎回あの聞いてくれてるんで、まあそんな感じです。僕のね僕がすぐ有頂天なのも知ってるから。はい、もう一人かんちゃんさん、ジン君こんばんは。今日は新鮮なモバイルぶりのソロですねと。舞台の次はラジオソロ。さすがジン君、リク君、リクさんいなくて寂しいですか。リクさんに生電話しなくて大丈夫ですか。あ、生電話ね。いやなんかリクさん逆なんかもう疲れてるし、多分頑張っちゃうんで生電話してあげたら、ちょっとゆっくり休ませてあげましょう。え、大丈夫ってなりそうなんで、リクさんが、ね、
気使っちゃいそうなんで、はい、そんな感じ今日は一人でやっていきます。番組終了後11時半からニコニコチャンネルでスペシャルな動画配信を行うのでお楽しみに。それではこちらのコーナーいきましょう。ミッドナイトウィーケンニュースうーとか言っちゃった、こんばんは、ミッドナイトウィーケンニュースのお時間です。ここからはランページに関する出来事、ウィーケンに関する出来事、ジンに関する出来事など、最近のトピックスをニュース形式でお届けしています。ということで本日のニュースラインナップ紹介しましょう。ジン一人芝居が無事終幕終演。先日ザランページのジンさんが人生初となる一人芝居スリップスキットに出演し無事に千秋楽を迎えました。舞台上で全てを出し切ったジンさん、終わった今どのような心境なのか、この後じっくりとお話を伺います。続いてはこちら。ジン映画レイラクで食らってしまう。今日3月17日より公開となった映画レイラクを鑑賞したザランページのジンさん、本人曰く見終わってからかなり食らってしまったようで、さらには派生して仕事と趣味のあり方についても考え始めてしまったそうですと、この後分かりやすく説明しますということで、話していきましょう。まずね、コメントでもたくさんいただいてます。メールもたくさんいただきました。先日まで行ってました私の一人舞台スリップスキット、無事終わりました。ありがとうございました。もうね、まあ、配信もあるんで、ぜひ、まだチケットも買えると思うので、まだの方はね、ぜひ見ていただきたいんですが、本当に私一人でですね、主人公、剣の物語を、まあ、僕が代弁者になってというか、まあ、演じてたんですけれども。まあ、自分のこう人生を遡っていく話で、まあ、親友がね、事故に遭ってしまって、その時にこう、ね、不思議な体験をしていくんですよ、剣。で、その中で、自分の今までの人生の中で、自分に蓋をしていたこととか、誰かに嫉妬していた思い、あの思いだったりとか、大きな失敗をしてしまったあの出来事とか、なんかこう見たくないものばかりがこうね、走馬灯のように流れていくというか体験していくわけですよ。その中でこう、ケンが何を感じて、どう自分とこれから向き合っていくのかっていうような物語なんですけれども、なんか演じてても僕もすごく感じることがあって、大小関わらずやっぱね、生きてるとそういうこと多いじゃないですか。なんかあの人はご飯に誘われてなんで僕は誘われないんだろうとかね、なんか大人になってもそういうこともめっちゃあるしとか、でもなんかこう今まで、体験したことが全てじゃないというか、なんかいいことも悪いことも全部ね、もう一つの経験だとして、自分を成長させてくれるものだと考えて、まあ生きていくのが自分らしくていいんじゃないかなっていうふうには感じたんですよ。で、まあ一人舞台すごいねってね、いろんな方にめっちゃ言っていただいたんですけど、なんか僕そんな努力した感じも正直なくて、っていうか、多分、この一人舞台をやりますっていうお話いただいて、やりますって引き受けた瞬間が一番僕の中でこう、なんか努力というか、頑張った、瞬間かなっていう、そこにこう意を決して踏み込む、こう乗り込んでいくっていう瞬間だけで、僕の中では、あとはもうね、やるしかないんで、僕がね、お金いただいて一人でね来てもらうわけで、でもすごいなんかやりきった後にいろいろ考えることもあって、一気に自分の中のこうなんか世界が広がったというか、なんかもっと何か作品を見たりとかした時、例えばこの後話しますけど、映画を見た時の感想とか自分が感じたこともよりなんかこう自分で楽しかったとかだけじゃなくて、これをどう感じて自分の中で、どう解釈したのかみたいなことも細かく自分の中で理解ができるようになったっていうのかな。なんですごくね、自分の考えと向き合った、まあ、約2ヶ月だったので、もうめちゃくちゃ、まあもちろんきついなって思ったこともあったんですけど、同時に今経験できてよかったなっていう風に感じたのがこの一人舞台でしたね。全7公演。メンバーもたくさん見に来てくださって、先輩や後輩もね、見てくださったりとかもして、本当にやってよかったなっていう風な、感じでございました。ということで、いやー、ツイッターでたくさん、一人またやりたい。そうですね、すぐはいいかな。こうやっぱなんかこの準備が必要なんで、呼吸を整える時間が必要なんで、まだ前半言ってるとこなんで、呼吸整えていろんな、でも次やるとしても同じチームでやりたいかな。なんかとにかく愛があったんで、その舞台のチームの皆さん、ちょっと次は全く違う路線で
表現してみたいなと思いましたね。はい、さあ、そして続いてですが、そう、今日ね、まあ、お昼ちょっと別のラジオでご一緒させていただいたんで、映画見たんですけどもね、漫画が原作の、映画、レイラクということで、竹中直人監督、そして、斎藤工さんが主演の映画なんですけど、これ、今日ブログにも書いたんですけど、主人公の漫画家さんがですね、まあ、売れっ子の漫画家だったんですけれども、その方がこう、自分の作品がこう支持されなくなっていったというか、でこう落ちていってもうオワコンだみたいなことを言われていくんですけれども、その中で自分がやりたいことが評価されない、でも求められてるものを書くこともできるみたいな、でもそしたら自分の中でその作品の価値がなくなってしまうわけですよ、自分のやりたいものじゃないんで。そこの狭間で揺れ動くんですよ。なんかそのね、物事のなんか表裏というか、それがすごいなんかリアルに描かれてると、なんか別にそれを美しく描いてるわけでもなく、ただ本当にこうその人が感じた言葉とか行動で、あ、やっぱそうだよなとか、もう自分たちもやっぱそうじゃないですか、僕らの音楽も自分らのやりたいこともあれば、ファンの人たちが求めてるものもあればみたいなものの、こうそう言って 100% うまくいくことってあんまりないと思ってて、でもそこにこう僕らがやりがいを見つけたりとか、そこにこうアジャストしていくみたいなものってすごく表現者としては大事なことで、みたいなものを改めて考えさせられた作品、めちゃくちゃ良かったですね。やっぱ斎藤工さんで今日お昼お会いしたけど、かっこいい、めっちゃいい匂いするんですね。すごいいい匂いするんです。それにびっくりして、こんなにいい人で、ちゃんと話すときも目を見て話してくださってね、すごいいい作品で、でその中で、竹中直人さんが、僕趣味とかなくてっていう話をされたわけですよ。趣味とかないんですけども、映画とにかく見るのが好きで、で去年ももう 5,6 本以上見ててっていう話をされてて、なんかあ、そうか、この人は映画、もちろん演技映画というものが好きで、こう監督さんもやられて、でもちろんプレイヤーとしてもやられてて、でもそれって全部こう好きでやっぱやられてることで、それが仕事になっているんだっていうのを改めて僕も感じさせてもらったというか、なんか最近ちょっとこう、なんかいろいろ趣味欲しいな、多趣味だったらいろんなもんにつながるなみたいなことで探したりしたんですけど、やっぱりよっぽど好きじゃないとそこに時間割くのって難しいじゃないですか。だから、あ、なんか無理に探さなくてもいいんだっていう、例えばなんていうの、まあ僕今北京語習ったりとか、あとトレーニング、まあ走ったりとか、いろんなメニュー組んでトレーニングしたりしてるんですけど、なんかもうそれっていいのかなみたいな、無理に探すんじゃなくて、時間が、自分の時間をどう使うかっていうのはもう本当自分の好きなことに使ってもいいんやっていうのをね、その竹中直人さんの言葉を聞いてちょっとハッとさせられたというか、なんかだからやっぱ映画にめっちゃお詳しくて、この映画とこの映画と、これはここの国の作品でっていう語ってる姿がめっちゃかっこよかったんですよ。だからなんか僕もまあアーティストやらせてもらってて、そこに向き合うべきやなと思ったし、うん、改めてちょっとこう背筋が伸びたというか、襟を立たされた思いになったというか、めちゃくちゃかっこよかったな。ダンディーであんな大人になりたい。赤いレザーのね、ロングのジャケット羽織ってて、無理です僕には。半袖の、黒い半袖の今日も感じで、L サイズなんですけど T シャツは、はい、いいんですよそんなことは。いやでも本当に良かった、すごく良かったですね。映画皆さんぜひ本日から公開ですのでチェックしてください。よろしくお願いします。はい、という感じでございます。はい、ということでミッドナイトウィーケンニュースでした。ウィーケン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  The Rampage。さて、ここからはこんな特別企画をお送りします。さかのぼりトーク。夏がす、風あざみ。どうも。陽水とかで怒られない陽水さん。曲でね、お送りしていきますけれども。さあ、先日行われました、僕、ジンの一人芝居、スリップスキット。ちょ、簡単に一言で説明をすると。主人公が過去の自分を、だんだんと遡りながら振り返っていく物語。
そこでこのコーナーでは僕ジンが、自身の過去について振り返りつつトークしていきますということで、まあ年代ごとにね話していくと、ジンをしてくださいと、その中で皆さんもね当時私もこんな感じやったなと聞いていただければと思います。まず二十歳の時、二十歳の時ランページになりたてですね。僕誕生日が4月28日なんですけど、ランページ初お披露目がエグザイルさんのオーディションの最終審査の舞台武道館。4月27日やったんですよ。そこで、ザ・ランページというグループができます。ドーンでパフォーマンスして。その後、打ち上げをね、ヒロさんに開いていただいて。そこでゼロ時になって、ランページになってすぐ僕二十歳になったんですよ。エモくないですか？そうなんですよ。で、初めてそこでレモンサワーを飲みまして。いやー、なんかこう、胸が張り裂けそうな思いというか、憧れてた LDH に入るっていう、ね、瞬間。一番なんか、親孝行できた瞬間かなーと思いますね。当時、僕、ランページになるとき、今より10キロぐらい痩せてたんですよ。で、これ多分ね、体重で言うと58ぐらいしかなかったんかな。めっちゃ、まあ、細くて体が。で、ちょっとそこにコンプレックスもあったんですよ、正直。で、ランページになって、なんかちょっとこう、衣装とか着るたんびに、なんかランページって力強くて男らしいイメージでやっていくっていうのに、なんかちょっと、細すぎないか、みたいな。自分の中でね。思って。そっから、二十歳からトレーニング、がっちり LDH の、ね、まね、トレーナーさんに教えてもらって、やりまして、10キロ増えて、今体も結構ね、作り込めるような、その土台ができたんで。っていう、二十歳の頃ぐらいかな。体が結構変わってきましたね。で、ラモランページになって、メンバーと一緒に過ごしてきた。僕の第二の青春が始まったのが二十歳ですね。はーい。さあ、続いて、高校の時。高校生。高校生はですね、焼き鳥屋でバイトし始めたのも高一の夏でしたね。そう、80人ぐらいね。実は、まあ、これ完全に自慢なんですけど、80人ぐらい、オープンスタッフって言って、お店ができますっていうところで、募集しますっていうところやったんで、すごかったんですよ、応募のされる。で、80人受けて、8人ぐらいしか受かんなかったんで、10倍やったんですよ。僕そこで高1で受かりました、なんと、はい。はい。もうバイト経験ない子とかほんまなって言って、その時のオーナーが、いや、ちょっと迷ってんけど、やっぱジンちゃんの夢とか応援したいしっていうことで、ジンちゃんって言ってもらってて、オーナーさんに、選んでいただきました。はい。もうこう学校生活はね、ほぼ記憶ないですね、これね。あ、なんか、そのダンスをするために、ちょっとこう、自分の偏差値よりも下のところで余裕を持って、だからやっぱ早退したりとかもしなければいけなかったりとかもしたんで、ちょっと、ちゃんとこう、留年せずに行ける学校を選んで、でもその本当に学校じゃなくて高校で、じゃない、ダンスベースだったんで、だから修学旅行とかも行けてないし、本当でもそれちょっとこう、まあ、後悔というか、もっと友達と時間過ごせばよかったなと思うんですけど、でもまあ、今のその生活に別に何もその嫌なことがないというか、後悔はないので、そうなん、高校生の時ね、ちょっとだから髪の毛染めて怒られたぐらいかな。あと、昼休みのピタパンっていうのがあって、唐揚げをパンに挟んだのが食堂にあったんですけど、そのピタパンが美味しすぎて、もう4時間目終わったら速攻走ってそのピタパンを食べに行ってたっていうね、思い出がありますね、高校生。はーい。そして、続いて中学生。中学生か、中学生は楽しかったな。なんか僕中学生の1年生の入学の時に、なんか朝の会みたいなの並ぶじゃないですか。一番後ろから僕一人ずつ肩トントントンとして、よろしくね、よろしくねって言って一番前まで行ったんですよ。もう今思うとやばいやつやなと思うんですけど、このラジオでも話したことあると思うんですけど、そういう中学生でした。もう陽気でとにかく、なんか僕気まずいのとかそういうの嫌いで、未だに、その誰かと仲悪いとかそういうのがめっちゃ嫌なんですよ。だから誰とでも仲良くでき、しようということで、あ、この人は私にとって害がないんだということを示すために後ろからそれやってましたね。入学式の時から。持ってった、いや、持ってなかったですね。あ、いや、ね、マスコットみたいな感じになっちゃうんです、僕どうしても。なんかわかります？いや、それはもちろん中学生の彼女とかもいたりもしたんですけど、でもなんかね、そう持ってったとかそういうことではなかったです。好かれてはいましたけど、いろんな人から。まあ、自分で言うのもなんですけど。
だって文化祭とかでも中心になって踊ろうよみたいな感じでダンスみんなでやって、銀賞やったかな、金賞取れなかったんかな、どっちか金賞か銀賞か取ったと思うんですよ確か。そういう思い出もあったりとか、なんか、うん、友達と放課後遊んで、でも途中になったら俺ダンス行かなあかんかなって言って帰っていく、で夜はダンスするみたいな、もうその中学生はすごく楽しかったですね、うん、充実してたな、あの時のジーンを すごい良かったよって思い出ですね。はい、そして最後は小学生。小学生ね、僕ね、あの、マセガキやったんです。あの、こないだ母からね、こないだも話したかな。小学生の時から僕、尋常って言葉使ってたらしくて、あんたそんな言葉どこで覚えてくんのって、母が尋常ってしかも、使い方を覚えてるらしいんですよ。ちっちゃい時から、なんか、大人の顔色とかめっちゃ伺ってた子供らしくて。先生はなんで怒ってんだろうとか、で、あるじゃないですか、小学生の時に。じゃあもう授業せえへんって出ていく先生とか。じゃあ先生は出ていくまで怒ってる今。一番何があかんかったんか。だっていつもね、騒いだりするわけじゃないですか、子供は。でも今日先生は帰った。前は帰らなかった。なんで今日帰ったやろとか考えるような人やったんですよ。めっちゃ。トイレとか、その、うんちっちとかするの嫌で。なぜなら友達が長いとあいつは大だってわかるから。だから、小学校では絶対やれなかったです。だから便秘気味だったんですよ。小学生の時。嫌で、その、勘ぐられるのが嫌で。それ未だになんですけど。っていうような感じですね。勉強はできました、小学生の時は。はい。中学生になって一気にできなくなって、それはなぜかっていうと、ローマ字と英語の違いがわかんなかったから。だって思いません？同じアルファベットなのに、違うんですよ。読み方が。ローマ字読みと違うんですよ。うん。だから、スペースっていう言葉が、スパスみたいな感じになるわけじゃないですか。じゃ、ないんですよ。スペースなんで ?why? ってなってたんですよね。だから、英語は中学になってから、むっさ弱なりましたっていう感じでした。はい。こんな感じでいいのかな。はい。ということで、もう時間もないので、以上、遡りトークでした。ということで、もう早い、あっという間、ということで、BFM からお送りしてきました、ウィーケンドザランページ、そろそろお別れの時間です。この後、ニコニコチャンネルにて、スペシャルな動画配信を行います。皆さんと一緒に番組を盛り上げていきたいので、詳しくはネットで、ニコニコチャンネルと検索してみてください。さあ、ここで、ウィーケンからお知らせでございます。3月29日水曜日夜7時から、特別番組、ウィーケンドザランページ特別編、ラウンド&ラウンドリリース記念、リスナー大感謝スペシャルの巻が配信となります。はい、ということで、たくさんの企画用意してますが、バーウィーケンのねスペシャルという企画もお送りしますので、私バーのマスタージンがねカクテルを作りつつ解決していくので、些細なお悩みで大丈夫です。ね、深いやつやとマスター対応できないと思うので、ぜひご遠慮なくメール送ってください。受付メールアドレス rmpg@bayhem.co.jp、 メールの件名はお悩みでお願いします。この配信すべてを視聴するにはですね、この番組のニコニコチャンネルへの会員登録が必要ですので、皆さんぜひ、そちら、お忘れなきようお願いいたします。ということで、ありがとうございました。さあ、メール1通、感想メール、つみつみさん、じいさんもパフォーマーとおしゃべり好きの二刀流ですから、アーティスト界の大谷翔平と言っても過言ではないんでしょうか。うわー、好きー好きなこと言うてくれる人言ってもいいの、ほんまに。いつか共演してみたいな、大谷さん。かっこいいな。さあ、続いて、スラさん。じいさんこんばんは。お一人トークということですが、さすがのトーク力で素晴らしいです。感じ合って一人で突っ込み入れるちゃうところもほっこりしました。全部許しますと。ありがとうございます。嬉しいです。皆さんのおかげですよね。ロンロンさん、いつも二人だけど今日はジンさん一人で寂しいからリクくんの声真似して喋ってほしいですリクあー、なんだろうな、リクさん、じゃあリクさんで最後の挨拶しますねまた怒られるからな、これやったらまあね、本当にね、みんないつもありがとう、僕も頑張るからさ、みんな一緒に頑張っていこうよはい、こんな感じです。はい、この後動画パートもありますので、引き続きよろしくお願いします。ということで、ウィークエンドザランページ、ここまでお送りしたのはザランページリーダーのジンでした。皆さん良い週末を。